あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ほい、行きます。マネビトを連れて出発するか。ほい、出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨー、イーナンアゴマサリトヒヨー、キエーイ。ってことで出発。前回ね、水のところをクリアしたから、今回はどうなるかな。あれ、よいしょ。お、ボスを倒したエリアの特別任務を受けられるようになったぞ。ほうほう。で、前回がこの水源エリア、今回は火山エリアですね。コース選択3、火山エリア。アイテムはブーメラン、ゴロン鉱石と魔物の木も。ゴロン鉱石さっきなんか服屋で必要やったよね。で、まあとりあえず何も関係なさげだから、まあ兵士の服で行こうか。はい、灼熱登山道1。担いだ爆弾は Y で投げることができます。まずはどこへ向かえばいいかな。とりあえずなんか、よーし、あれは多分落ちたら死ぬパターンのやつかな。でもってそのあっこにブーメランあるやん。ブーメランあるけど、どうして投げたらいいんかな。え、これ大丈夫、いける。あ、いけた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 。ちょっと待ってね。あそこボタンあるよ。ボタンあるってことは、あれ多分さ、モンスターが出てくるパターンの。ブーメランを手に入れた。他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。引き寄せることができる。へえ。ってことは、溶岩の向こう側の子はブーメランで引き寄せるんかな。え、いける？ほんまに？ほんまにいけるんやろうね。おお、すごい。なんかすごい雑いけど。まあ、とりあえず。いけた。んで、次はどうしたらいいんやろ。まあ、とりあえずはこのボタンを押すってことよね。3人で。よし。今回3人とも武器一緒やから。おお、橋ができた。モンスターが出てくるパターンかなってちょっと思ったんやけど。まあ、それはなかったね。よかったよかった。これ。これは。いやー、怖い怖い。あー、怖っ。え、溶岩に落ちおった。もうちょっとで。やべえやべえ。え、これはここの上に乗って、にゃー、マジですか。こういう、いやいやいや、待って待って待って、こいつにやられるよ、こいつに。あぶねえ。あぶねえ。なんか、あーと、え、やばい、あと1個しかないよ、ハート。ダメダメダメ。あの、ルピーとかじゃなくて、ハートが出てほしい。ない。ないよ。で、これどうしたらいいんやろう、投げれるんかな。またこれもポイってすればいい？やばいのは分かってるんだ。タイミングがね、ちょっと。タイミングがね。これで妖精が一匹。はい。妖精が一匹減ったぜ。この辺どうせ、なんもないよね。とりあえず、あいつは、あの、ブーメランで気絶させてから攻撃せんかったら、ちょいね、難しいよね。上に上がれ。てか、こっち来んかったね。こっちには別に来んの？ダメだ。あいつ攻撃したら自分が後ろに跳ね返るんだ。超危険じゃん、ちょっと。あれ？いつの間に仲間を引き寄せた。これで、危ない。
まあ危ないっつってもこっち側には落ちる場所がないからまあ大丈夫か。これでよし行った。まあ落ちたのはルピーだからいいだろう。でこれはいけたってことで向こう側のこいつでおいで。よし、やめてよ。味方落とすとこだった。危ねえ危ねえ。これってさ、3トーテムの状態でも宝箱は開けれないよね。はいはい。おハートをゲット。ハートが入っとったりすることもあるんか。へえ。あ落ちないでね。あこれでやっとトライフォース。オッケーオッケー。はい。で次が灼熱登山道に2で、次はどうすればいいかな。まあ今こうやって壊しよっても別にハートが欲しいわけでもないんやけど。うん、しかも何もない。これはなんか微妙にさっきからあれが動きよるような気がしたけど気のせいか。あ、これ段差になっとる？段差になっとるな。これはどう？え、なになになに？怖い怖い怖い。え、もしかしてこれ時間が経ったら沈むとかそういうパターンのなんかね、ありそうよね。あの子は敵じゃない。あの子っていうのもあれやけど。あーどうすればいいんだこれは。あそこにトライフォースあるけどなんかすげえ燃えてんだけどね。すげえ燃えてんだけど何事。あここ進めるじゃん一人で。怖い。にゃー一人で進めるじゃんはいいんだけど、こいつの硬さね。はあ、やべえ。でもこの場所なわけだね。この場所にたどり着けばいいんだけどね。ハート落としてくんないかな。ハート、何も落とさないパターン。てかあっち側ってどうやって渡ればいいんだろう。あそっかそっか。あれでもこれさ、3人がこっちに行けたところで何もできない。どうすればいいんだろうか。てかこれはあれかい。うん、ちょっと待ってね。とりあえず待ってね。でもやっぱり段差のところを進んでいくのがいいんだよね。一人一人で行くってことかな。どっちの方向にどう？ん、なんかめちゃくちゃ燃えてる場所があるんだけど、これは一体どこへ向かえば。あ、多分あっち側に行って、あれ？あっち側に行ってどうやって行くんだよ。ちょっと待って。青い子こっちに来て。ちょっとちょっとさ、ポイって投げてもらわないといけないわ。ほいで、ほい。あー怖い怖い怖い。崩れる。あ宝箱ある。アイナが宝箱を開けた。アイナが20ルピーゲット。あハート、えハートはいいんだけどさ、え燃えてるよ。いや燃えてんだけどさ、どうすればいいんだろう。ちょっと待ってね。ってことで、あやばいやばいやばい。しかも写真撮った。ああやっぱああいう感じで崩れるんやね。やばいやばいやばい。怖い怖い怖い。で、はい。よし。オッケー。で、OK で、だからどうすればいいんだ。ここポイって投げても多分ダメージ食らうんだよね。あ、もしかしてポイって投げれる場所ある？どっか。あ、
ここ投げれるんじゃない？ほら、行った行った。行ったよ。あ、危ない危ない危ない。あ、マジかマジかマジか。時間が。なるほどね。時間があるわけだ。危険じゃん。超危険じゃん。ちょっと待ってね。怖い怖い。で、この、こっちに渡るよ。うわ。これさ、確実にダメージは、なんか、ちょっとずつ食らっていくパターンじゃないの。ねえ、絶対そうだよね。無傷では渡ってこれない場所ってこと？これ、こっから引き寄せれる？ギリギリ届かねえ。ギリギリ届かねえわ。でもこの辺さ、縁にハートがあるから。あ、このハートは取れんね。この辺のハート回収できんじゃないの？え、あのさ、アームショット的な感じで回収できんの？できたできたできた。そうそうそう、こんな感じで。これで。まあ、なんとかなるでしょう。え、で？赤は、あ、一人あっち行けばいいんだよね。一人が、うん、ちょっと赤こっちに来といて、んで一人がこう、はい、赤回収。よし、来た来たぜ。で、あとこれやろ、一人一人が、いや、なんか現れたんですけど、え、しかもすごい速さで来るんだけど。待って待って、怖いよー。え、火がついてんだ。さっきからすごいスピードで、なんでこんなすごいスピードでアルギオンかと思ったら火がつくんだ。待てよ、怖いんだよ。おっしゃー、いけた。何、もう一回乗った方がいい？あー、もうダメかと思ったぜ。とりあえずハート。え、これ今ステージ2か。ってことはまだまだボスではないんだ。次がボスなわけでもないんだ。こっから通ってもね、進めるもん。とりあえずこう行って。あ、もうあれよね、こっちから一本道で行けるやつ。あー、怖かったー。もうなんかお亡くなりになるかと思った。ね、やばいやばい。あれ？へい。で、灼熱登山道3。3はいいんやけど。え、なに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 、怖い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 。ちょっと待って、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 怖い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 。何事だよ。てか、なんか下の溶岩のとこにさ、え、これは投げるパターンのやつかい？これさ、めっちゃタイミングを見計らわんかったら怖いよね。とりあえず、ほい。あ、いけた。あ、いけて、あれで、あー、やべえ。普通にしとけばよかったぜ。ね、普通にしとけばいいんだよ。で、これで、この子を引き寄せて、からの向こうにまた渡して、でからの、ちょっと待ってね。はい、引き寄せるよ。で、こっちまで渡ってこれたじゃん。いやー、怖い怖い怖い、危ない危ない危ない。で、渡ってきて、ちょっと待ってね。危険だ。これは敵には当たんないの？待って、何あれ？いや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 、なんかいるんだけど。うわぁ。なんかコウモリみたいなの、コウモリみたいなのいたよ。危ない。超危ない。ちょっとそういうのなしでしょう。恐ろしいわ。超恐ろしいわ。あ、ここにハートある。あれは回収しなきゃ。よし。とかって回収してたら当たる。よし。あ、二つ一気に取れるんやね。あれ、あれは、あっこ行きたいけど、あれ沈むやつよね、きっと。沈むやつやけど、ちょっと、
渡っていくしかないでしょうね。でとりあえずこうやってからの、へい外周、オッケー、にゃー来い。えで回収したけど、え待って、こっち回収する前にさ、あっちの赤い子を回収しなきゃいけないんじゃないね。ちょっと待ってね、これで、で緑の子が、あー待って、やべえやべえ、ちょっと待って、ダメだダメだ、はいオッケー、でこっち行って、はいポイ投げる、投げてからの、はい回収、ふうスピード、スピードが、そしててか落ちてくるの多いよ、そしてすごいスピード、ああもう、ああやだ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 、燃える、ほらこの子たちね、すげえスピードで来るんだよね、ほらよし、なんてこと。で、あとはどうしたらいいの？え、これこっちに渡ってきてもダメとかそういうパターン？あれ？どこだ？え、でもこっちしか進んでくるとこなくなかった？あ、あれなんかさ、ブーメランで。おし。そういうことだ。あ、よかった。もうちょっとで戻るとこだったよ。わざわざね、引き返してしまうところだったよ。あのこのハートが回収したいんだ私。え、上のハート回収できない？うわできない。あでもこれ、あもう次ボスだボスだボスだ。灼熱登山道4。なに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 、怖い怖い怖い。あでもこういうところって一人で行動した方がいいんかな。え大丈夫これ、なんかいろいろいるけど、あこれ多分あれだよね、また沈んでマグマになるパターンの、ほらほらほら、あの水ん時と一緒だ。えでこれさ、これを繰り返してあのちっこい魔物たちをやっつけていけばいいの？魔物、魔物っていうかあのちっこいさ、こいつらを倒していけばいいってことかな。違う？怖い怖い怖い、うわ、あのなんていうの、ここにはボス、ボスらしきボスはいないのかな。よしで、ほらこいつらを、このなんかよくわかんないけど、あーやばい、待って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 、ちょい落ちたんじゃないんだ、今のは落ちたんじゃないんだよ。よし、あここに宝箱ある、あしかもハートが落ちたよ、ハートが。ちょっとね、かえそこマジ、あよかった、よしハート、あ危ない危ない危ない、おー危なかった、ギリギリ。あいつなんか火山に紛れたらよく見えなくなるな。てかさっきからなんかちょっとさ、この潮の満ち引きじゃないけどなんか早くなってない？宝箱は開けられない。他どこにいるの敵？とりあえずさ、右下の方向の敵はやっつけたよ。あ、あそこにまだなんか飛んでる？気のせいかな、気のせいか。もうなんか火の粉なんだかコウモリなんだかよくわからなくなってきた。これで、あーこいつ待って、それやばいって。えあいつマグマの中に消えてく、そういう、そういう、おし、えほらほらほら、えしかも攻撃、あーもう何そういうことしてくる、怖っ。はい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 、そういうことをするのね。へい、
じゃあやっぱり気絶させた方がいいってことだ。ほらほら炎吐いてるよ。しかもいつの間にやら体力がもう半分近くなくなってるんだ。あ、ほら、そういう、もう周りが火山に沈んでようがなんだろうが関係なくね。あそこのハートが回収したいけどできないし。おお、あぶね。こういう、はあ、危ない。それダメだ。それここさ、あの炎に当たったらさ、そういうことがあるからダメなんだよね。ねえ、怖いよね。あ、やっつけた。全部やっつけた。でも埋もれない。埋もれない、大丈夫。よしってことで、はい、2人はねずっと避難してたけれど、あれ、これどうすればいいの。え、こういったじゃん。私は一体どこへ行けばいいのかな。この上にいたら回収できる？届く？ちょっと。おお、いけたいけた。なるほどね、そういうことね。はい。おし。やばい、わかってるよ。へい、ってことで、クリアだ。ピコンピコンなりながらのクリア。ほい。魔物の肝を手に入れた。魔物の肝。お、一つだけのやつを手に入れたけど、でもゴロンの石で服が作りたかったんだけど、灼熱登山道クリア。あー、とりあえずは、妖精一匹使っただけで済んだ。よかったよかった。そうそう、このね、お尻が燃えてるシーンを撮っちゃったんだ、私。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。いつも皆さん、コメントをたくさんありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。この火山のステージはやばいね、ちょっと。